ですね、今日は実際に診療の中で、見ている患者さんのですね、の例について話をしたいと思います。一人一人のあまり詳しい病態はあえて言わないようにするので、若干何人分も一緒に話しているようなものだと思っていただけたらいいかなと思います。その中のですね、こういううつ病と思ったんだがということですね。で、SDS という検査があって、いろんな項目があるわけですね。で、その項目のスコアを集めていってみると、かなりハイスコアだと。60、補填で60点以上あれば、もう間違いなくですね、やっぱり抑うつ状態だったですね。で、かなりの、これはうつ病ではないかということで、通常は抗うつ剤とかそういうものが即適用になる、そういう病態なんですね。で、例えば突然涙が出てくるとか、それから一人になると、自分がいろんなことができなくなっちゃいますから、できなくなったのは全部自分が悪いんだと。で、自責の念っていうんですけども、で、自分を一生懸命見てくれてる人の、生活をですね、自分が足を引っ張って、自分さえいなければみんなもっと幸せなのにっていうような思いでですね、できることならもう消えてしまおうかなみたいな思いが出てくると、そういうのはしっかりやると、大体 SDS60 点ぐらいという点数になります。で、その時に通常はその辺をですね、診断して、で、抗うつ剤、を使うと。で、抗うつ剤を使って2週間から6週間ぐらい、うまくいくと元気になるという、段取りなんですけども、それはいつも話しているように、一つのお薬がですね、外来に来た SDS60 の人にボンとあげてみてもですね、その中の大体3割ぐらいしか抗うつ剤が効かないだろうと。で、他の患者さんはまた別の抗うつ剤を使うとか、他の方法を取るうちにですね、良くなっていく人もいるし、良くならないとまた別の病院に行くと。で、そのままずっと何年も通い続けて、回り続けて、ドクターショッピングをする人もおれば、うつが自然寛解しますので、そのうちほっといても治ってしまったというようなことも出てくるというのが普通なんですね。で、今日このシリーズでこれから少し話そうと思うんですけども、というわけで、うつ病と思ったが、点々点で、今日はですね、こういうケースですよね。40ぐらいの大体前後の女の方で、母子家庭で一生懸命その子供さんを一人で育ててる人ですよね。で、職場で割と夜遅く、8時ぐらいまで、割と肉体労働に近い仕事をしているという人。で、その人はですね、もうとにかく疲れると。疲れて疲れてどうしようもなくて、もう朝来るのも特に嫌だし、夜になるのも嫌だし、というふうな話をする。で、うつ病の典型的なのは、早朝から午前中いっぱいにかけて気力がやたら出ないんですけども、午後3時、4時、5時ぐらいになってくると少し元気が出てですね、で、夕ご飯はなんとか用意ができるし、夜寝る前になると、だいぶ元気が出てくるという人が、日内変動って言うんですけども、そういう人が多いんですけども、その人の場合はとにかく夜から夕方にかけて、夕方から夜にかけてとにかく疲れると、もう横になりたいと。こういうのは実はですね、やたら疲れるという疲れを主に訴えてくるんですね。うつの時も疲れるんですよ、すごく疲れるんですけども、夕方から夜特に、これを、こういう人たちのかなりの人たちがですね、実は鉄の欠乏症があるんですね。鉄欠乏症です。で、これ医学の辞典を調べても鉄欠乏症なんていうものはほとんど出てこないかもしれないですね。鉄欠乏性貧血っていうのが出てくるんですけども、なんであえて鉄欠乏性貧血を言わないかというと、医学の一応の常識でですね、医学の世界ではヘモグロビンというやつがですね、11.5以下でないと貧血って言わないですね。で、こういう人たちは会社とか
町の定期検診をしてもですね、ほとんど 11.5 以上なんですね。 12.0 とかね。で、男の人の平均、これは女の人ですよ、女性です。で、女性に、まあ、鉄欠乏症ですけども、で、男性の平均、その医学上の平均は 13.5 だった以下だと、こういうのはちょっと2の違いがあるんですね。これ女性の体と男性の体で鉄に関してですね、に低くてもいいという理由は、まあ、あまり見つからないので、まあ、女性の場合はその生理で出血するのでですね、その分低くてもまあ当たり前だろうという考え方なんですね。で、その 11.5 のじゃあ女の人たちでかつ鉄欠乏症という病名がつく、その判断の基準は何かというと、フェリチンですね。まあ、あまり調べないことが多いんですかね。でも最近僕は地道にフェリチンをですね、7、8年もずっと調べてる。で、まあ、クリニックで地道にやってますと、その患者さんがあっち行ったりこっち行ったりするので、そのなんか広瀬先生が変なものを測ってるそうだよということで、そのフェリチンを測ってるのが分かりましてですね、で、若干文献でも見ていただくと鉄欠乏症と関係があるようだということで、少しずつ、まあ、浸透するのもあって、最近ではフェリチン測ってくれる先生結構多いんですね。僕は内科の先生に定期的にクリニックに来ている人で血圧があるとか高血圧がある人なんかにはフェリチンも一緒に測ってもらってくださいなんていうんで、結構測ってくださる先生で、そのフェリチンというのはそれでもまだまだですね、心療内科領域で測ってくれるとか少ないですよね。で、これが大体、まあ、どれくらいですね、低ければ鉄欠乏症なのかということなんですけども、臨床的に見てましてですね、年齢にもよるんだけども、さっき言った40代ぐらいの方で20以下だと、今言ったみたいなですね、夕方の疲れっていうのはかなり出始めます。で、もっとひどくなると1桁ですね、値が8とかね、もっとすごかったのは1未満1以下とですね、それくらいになるともうほぼ 100% と言ってもいいでしょうね。1桁になればそれすごい疲れを訴えます。で、他にどんなものを訴えるかというと、集中困難、それからあとは皮膚の、はいですね、症状ですね。皮膚粘膜がだいたい2日ぐらいで、下の層が上がってきて上が落ちていくんですけども、その時に、まあ、下で細胞分裂をするわけです。で、その細胞分裂を支えているのが実は鉄なので、鉄が少ないということは細胞分裂できないわけですね。そうするとこの皮膚の一番上の層が2日じゃなくて3日目4日目5日目ちょっとどれくらい持つのか分かりませんけど、だからちょうど例えて言うと、まあ2日ぐらいでこう 若い細胞が出て皮膚を守ってくれるのは、まあ、20歳のガードマンだとすると70ぐらい80ぐらいのおじいさんのガードマンが守ってくれるのと同じみたいな、甚だちょっと心細くなってきますけども。で、皮膚というのは免疫の中の一番で最前線なんですね。外から侵入してくるときにその皮膚で、外敵を実は侵入を防いでるわけですけども、それが弱くなってくるとそこからいろんなものが入ってくると。で、皮膚の荒れが出たり、それから粘膜の荒れですね、口角炎、口内炎、それから唇が荒れてきたりですね、まあ、いろんな程度がありますけども、以前というか、まあ、最近見た中でですね、唇に亀裂がこう入ってくる。で、調べてみたら鉄がやたら低いと、まあ、その人は亜鉛も低かったんですけども、実は亜鉛と鉄でその皮膚のターンオーバーといいますか、新陳代謝をしているわけですね。そういうわけで、まあ、そういう皮膚の症状も出てくる、粘膜も症状も出てくる。それからあとはですね、あれですね、蚊の傷かなんかで産んじゃうとですね、治りが悪いんです。これは鉄のフェントン反応というのを利用して活性酸素を作って、それが自分の白血球の中に取り込んだですね、外敵をそれでやっつけるわけですから、それができなくなるので感染がなかなか治らないというようなことまで出てくる。で、そういうわけで、まあ、鉄というのはですね、実は大事なミネラルなんですね。で、こういう人に鉄を与えていきます。まあ、鉄いろいろあります。鉄剤というのもありますけども、